今日は4月1日。4月1日は何の日？嘘の日。今日絶対嘘一つつきます。僕はカリスマじゃないです。ジョジョ、なんて書いたの？ニューヨークか？ミスタキがあるから。はい。もうパワー全部出し切っちゃって。はい。頑張ってください。バンマス。はい。今年はカリスマで行きます、はい、サンドさんの倍数痛いですね。じゃあとりあえず福岡一日だけでしたけど、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いつも通りやっぱり盛り上がりましたね。もう皆さんの熱い応援が本当に等身大の大きな力になって、最後まで全力で頑張っていきました。ありがとうございます、はい、やっぱりそれも本当に良かったんだけど、その後のやっぱりその後のこれご飯食べる時間が一番いいです。はい、すっきりしました。あ、まだしましたじゃないですよね。します。はい。福岡のライブ本当に楽しかったんですけど、福岡でのライブが今日2回しかなかったのでちょっとそれちょっと失礼です。でも、また全員また来るからちょっと待ってください。いや、すごい。買います。福岡はいや、ステージもステージだけど、僕は食べ物がいや、ものすごく美味しくて、いや毎回泣きたいなって思うぐらいなんですよ。あと10回も頑張っていきます。はい、マシュー出てる。スープスめっちゃ美味しい。めっちゃ楽しかったですね。とてもたくさんのですね、お客さんが盛り上がってくれて、すごくなんか台湾のショーはすごい。やっぱちょっと残念だったのが、やっぱ福岡でも1回だけじゃなくて2、3回もどうやればいいんじゃないかなと思って。じゃあ来年また福岡で各ステージに見せてくれる。その通りです。お客さんからもらった力で今これを見せてきました。ベティ大丈夫ですか？乾杯。皆さん来てました。乾杯。ホテルから3000円です。ユノユノじゃない。ユノほら、あれ同心機で言うの。はい。実はこんな時やったらですけど。はい。ワン、ツー、タカタカタ。オッケー。ワン、ツー。もう一回もう一回、最初から。はい。頑張ります。はい。お疲れ様でした。明日またやろう。はい。広島の担当、広島で担当コンサートは初めてです。お饅頭いただきました。饅頭です。いいですね。じゃあ集合しましょうか。うまいお好み焼きを食べるぞ。実はチュンスはですね、皆さん、本当にガキです。
じゃあ、だから柿吉ってこの言葉は誰が教えてくれたか、ね、だから今日あの皆さんにちゃんとチュンスのカリスマというかね見せてほしい。でも最近僕がカリスマを結構見せてると思うんですけど、うん、みんな笑っちゃってこれどうしますかこれ。皆さんの大きい愛も感じて本当に今、まあ、本当に幸せですね。はあ、本当に今日はありがとうございました。苦味でも本当に簡単に対応。いやドロードオブザテキット。いやすげえ。せーの。知ってますか、島じゃない島は広島。思ったより。おー、めっちゃなんか適当に言ったんですけど。皆さん優しいな。適当だ。あ、これさ、これこの振り切り。ちょ、行かせて。行かせて。登れない山は青山。これはちょっと言わんかったな。食べれないサンドは表サンド。マイケル・ジョーダンの冗談はマイケル・ジョーダンかな。すげえ。おー、で、結構頭がいいギャグ。いいですね。なんでチュンスは毎回ちょっと頭悪いギャグしか当てないですか。これは本当に僕なりに本当に自信持ってるギャグですよ。もうちょっと発展しなきゃ。え？ラブレターが破れた。ごめん。早くやってください。サントさんのバイスに アフリカ人になります。ああ、これ絶対理解できない。これ全然通じないよ。それは1,2,3番やー、4,5,6番やー。ああ、無理やりに笑ってくれますね。今日なるほど。ちょっと子供のおかしいですよ。子供の表情見て。すっごいよ。泣いてんじゃん。泣いてるか。全然理解してないな、そういう表情。あいつ何知ってんのっていう表情じゃん。もう友達ですね。1,2、あさあ。4,5,6,7,8。あさあ。僕、本当に素晴らしいことを気づきました。何さっき、チューズのギャグに全然笑ってくれなかったあの子供がめっちゃ笑っていました。本当にありがとうね。いやー、1,2,3。何かだ。4,5,6。おお、何してんの二人。今子供見てるじゃないですか。笑ってくれるんじゃないですか。理解して笑ってるじゃないよ今。お疲れ様でした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 。どうでしたか、ユノ。皆さんの大きな力で本当に頑張りました。じゃあ次の名古屋に向けてまた頑張ってください。はい、頑張ります。Break a tree.